大阪市立堀川小学校は、大阪府大阪市北区にある公立の小学校。明治維新の直後の学生発布の翌1873年に北大組による小学校として創立した。大阪駅から東へ 1.4km、大阪天満宮の鎮守の森である南森町の交差点のやや東側の国道1号に面して学校がある。高知は、 北区の南東部の天馬と総称される、江戸時代天馬組以来の市街地の中央にあり、大阪天満宮の車窓南森町に立地。近隣に商売繁盛の神様、堀川のエベスさんとして、今宮恵比寿神社や、西宮恵比寿神社と共に、著名な堀川恵比寿神社、南北 2.6km で、日本一長いアーケード商店街として知られる、天神橋筋商店街。 ラジオ FM802FM 心放送局などがある。鉄道3線の駅があり、大阪駅も都保険の便利さのため各地評価も高く、都心ながら住宅街としてマンションやタワーマンション建設が相次ぎ人気の工区となっており、児童数も急増。少子化時代ながら2006年には3教室を増設し工程も整備したが、工区の人口は 増える一方で2040年には2017年比で約9.3%増、児童数もピークの2027年には2017年比36%増、必要な学級数29で不足6教室と大阪市は予測している。なお、1886年以来129年間、併設していた大阪市立堀川幼稚園は2015年3月に廃園となった。 文部省や大阪市教育委員会のモデル校に指定されたり、各教育研究会の発表校、会場校となることが多い。児童の学力は、全国学力学習状況調査によると2019年度の場合、国語で大阪市平均を15ポイント、全国平均も9.2ポイント上回っている。算数も、市平均を10ポイント、 全国平均を8.4ポイント上回っている。その他特徴的な教育活動として、全6年生児童がマーチングバンドに取り組み、学校行事や地域行事で演奏。5年生から練習を積み重ねて、音楽を作り上げる過程を通じて、多くのことを学び、道徳心、社会性も育成する。また、太平洋戦争中の学童疎開で、滋賀県との絆があり、 長浜市立杉野小学校と姉妹校協定を結び、長らく定期的な交流活動を行っていた。1872年旧暦8月2日の学生発布を受けて、翌1873年、北大組による、北大組第7区小学校と北大組第8区小学校として創立。この2校が1886年に合併し、北区堀川小学校となった。 北大組は1869年、江戸時代の大阪三里を4つに再編した地域組織の一つとして発足。1875年の大区小区制施行で第4。大区に1879年の軍区町村編成法施行で帰宅となった。その後、学校制度の変遷で人情小学校や高等科併設の高等、小学校、国民学校となり、 太平洋戦争後の1947年、学生改革により、大阪市立堀川小学校となった。滋賀県との絆、太平洋戦争中の学童疎開で1944年以降、堀川国民学校の児童は、滋賀県高島郡今津町へと疎開した。なお、疎開で開いた校舎は、大阪市立大木町商業学校に使用された。また、近隣の松が、 枝国民学校の児童も、滋賀県以下郡の木本町、高時村、横村へ疎開した。なお、松が、枝国民学校は1945年6月7日の第3次大阪大空襲で校舎を繁殖となり、戦後1946年に堀川国民学校に統合された。各教育研究の指定校のほか、各教育研究会の全国大会などの発表校、 会場校として公開学習や研究発表も行っている。卒業生は大阪市立北陵中学校に進学する。大阪シティバスに堀川小学校前バステがある。ありがとうございます。